せといてよって言ってる。もう絶対任せちゃダメじゃん、こいつに。もう。面白いですね。またジョジョのように筋肉もりもりでお会いしたいもん。なんでジョジョまあ、ジョジョ立ちするぞ。もう。もう、あ、面白いと思ったらチャンネル登録とツイッターフォローしといてね。よろしく。単純に狭い家なので。あ、そういうこと？任せちゃダメ、マジで。絶対任せちゃダメ、こいつに任せたら終わる。ちょっと高いけど、ドラム用の吸音マットはいいや。ドラム用の吸音マット。ドラム洗濯機って。